の甲羅はあばら骨の完全疲労部対決が行われ、主演を務めた清水宏也さん、磯村勇斗さんらが登場しました。動物の体の仕組みを人間の体に置き換えた図鑑をアニメ化したこの作品、動物の骨格を持った高校生を演じた清水さんと磯村さんは、オファーを受けた時はなんじゃこりゃと。そうですね、タメ役って多分本当後にも先にも今回しかないと思って、そうです、タメが誰やるんだろうと思ったら清水君だったので、はい、あ、これもやるしかない、なるほど、ヒロヤ君がこれやるんだっていう体勢に僕は